お疲れ反転。ネギは頭の部分だけ使います。このここによく土が噛んでることがあるんで、しっかりめに洗ってください。半分に割ります。で、水気切っときます。で、洗った生姜の皮だけで大丈夫です。で、ここにニンニク、できれば国産がいいです。国産の方が香りがだいぶ違うんで、値段もちょっと倍ぐらい違うんですけど、国産の青森県産のニンニクをもう皮ごといっちゃって大丈夫です。包丁の背で潰して、ニンニク、ネギ、生姜で、四川ホワジャオ、山椒ですね、とローリエ、八角と長寿、まあ、どっちもちょっと甘い香りのする香辛料ですね。一味唐辛子と韓国唐辛子です。コチカルって言って、あの目が細かいやつですね。あまり辛くないんですけど、香りと綺麗な色が出ます。こっちは辛みですね。でもうちのはそんなに辛くしたくないんで、一味唐辛子これぐらいとコチュカル半分ぐらい、半分ぐらいですね、半々ぐらい。仕上げにもっと綺麗な赤色を出すために、これポイントなんですけど、パプリカパウダーですね。で、ここにあらかじめ紹興酒を入れときます。今ラー油ってここに熱い油をかけるんですけど、焦げやすくなるんで、この焦げ防止と紹興酒の香りもプラスしていきます。まあ、こんないい紹興酒使わなくてもいいんですけど、まあ最悪水でも大丈夫です。水でも、まあ料理酒でも大丈夫です。日本酒でも、なるべくお酒の方が綺麗に飛ぶんで、お酒の方がいいですね。で、これを軽く混ぜて、なんか全体的を湿らせてあげます。全体的を全体的に湿らせてあげます。では油を沸かしていきます。よくラー油って廃油とか、もう使い終わった油、まあ、古くなった油で作るお店が正直多いんですけど、家ではそれでも大丈夫です。家の揚げ物を作り終わった油とか一回こして、それをラー油に回しても、全然ラー油ってその唐辛子の香りで、逆にそれの方が美味しくなったりもするんですけど、まあ、やっぱ足早くなるんで酸化しやすくなるし、うちではサラダ油とごま油ですね、深入りのごま油を3インチぐらいで作ってます。
今日も一日お疲れ様です。